覚えているか、キャロール。あの日二人で聞いた SP 版のこと。ランドフスカのゴルトベルク変奏曲、あのチェンバロの音色を、私はあの旋律を例えようもなく切ないものだと思っていた。いや、それは今でもそう思っている。だがキャロール、お前はあれを楽しい曲だと言った。聴いているうちにまるで心が明るくなっていくようだと。キャロル、それはなぜだろう。私にとって切なく、お前にとって楽しい、一人の奏者による一つの楽曲。キャロル、いつかお前と物語について議論をしたことがあったな。あの時私は、事件は一つだが物語はそれに関わった人間の数だけあると言った。これも同じではないだろうか。メロディーは一つけれど、それがもたらすものは聞いた人間の数だけあるのだ。あるいはそれとも。
Thank you.
Thank you.
どこ